皆さん、こんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日もドジャース情報とシェア情報とやっていきたいと思いますけども、まず、OC レジスターですね。ギアマイヤーの話題がね、上がっておりまして、昨日もいいプレイがありましたから、引退するのもったいないなーっていう声もね、結構見たんですけども、ただやっぱりですね、この前も話したかもしれないんですけども、背中とか腰とかのね、ちょっと痛みというか、問題が抱えていてのプレイということなんでね、 まあそこを決断したということと、その問題に対処するのにですね、注射とかをね、体に打ってプレイしているっていうことも、まああるわけですから、まあそれもなかなかね、ちょっと体としてはやりたくないっていうのもあるのかと思いますしね。まあそういうのも含めて、体が限界だということでの引退なのかなと思いますね。で、あとは、その人工芝でね、プレイしたっていうところ、タンパとトロントで人工芝でプレイしたっていうところが、 まあ、体の方への負荷が大きくなってしまったのかなっていうところもね、書かれておりますけどもね。だから、まあ、人工芝ね、結構こう、まあ、外野手負担がかかるっていうことも言われるしね、そこも原因でね、問題が出てきてしまって、最終的には、もうちょっとできたかもしれないキャリアが短くなった可能性もあるのかなというところでしょうかね。 まあこのところというか、ドジャースにトレードで来る前とかですよね。で、その前のシーズンとかも含めてかもしれませんけども、なんとなくその、プレイする、試合に出るというところへの、こう、モチベーションみたいなところも、まあ、楽しみが減ったというか、そういう日がね、結構あったらしいんですよね。だからまあ、気持ちの面でもこう、そういうのもあったのかなと思いますけども、ただドジャースにこう来たことによって環境が変わったので、ちょっとフレッシュな感じにもなりますよね。 で、優勝争いをしているようなチームに移ってきたことになったから、ちょっとその辺の、こう、試合へのモチベーションっていうのも上がってきてるようなね、感じみたいですし、で、このところもね、やはりいいプレーがありますからね、そういうところにもね、現れてるのかもしれないなと思いますけどもね、えー、活気が出てきたということでね、本人は言っているみたいですね。なので、この後もですね、枠の問題とかいろいろと出てくるので、 ま、最後の方までいるかっていうとちょっとわかんないんですけどもね、ただ第4の外野手としては、やっぱりそのね、守備の部分とか助けてもらえる部分はあるかなと思うのでね、どういう方向性かわかりませんけども、ドジャースに来てですね、自分の中のね、気持ちもフレッシュになって、で、プレイするっていうところの楽しみもですね、さらにというか、改めてというかね、 ま、感じるっていうところで今プレイしているのかな、なんていうふうに思いますね。そしてベッツの話題ですけども、今日ね、えー、試合からこう、先発では外れておりましたけども、まあ、予定通りな感じ。まあ、もちろんその、長らくね、アイエビ入っていたので、ずっとこう、いきなり出すっていうことではないと思うので、とりあえず今日ね、えー、先発から外れて、ただその後はですね、次のオフまでは、えー、カージナス戦とマリナーズ戦かな 出るということみたいなので、まあ今日はその何か問題があったというよりかは、そういう予定ではあったということだとは思うのでね、まあ心配はいらないと思いますし、まあ今日ちょっとね、えー、途中では出ましたけども、一旦休んで、で次からに向けてまた、えー、頑張っていくという感じかと思いますね。あとはですね、ブレイジャーが、まあそろそろ戻ってくるとは言われておりますけども、前回当番が現地水曜日で投げたというところにはなりまして、 でこれがおそらく最後のね、リハビリ当番になるんではないかということですね。土曜日にやっぱり復帰してくる予定であるということなので、カージナンス戦の第2戦で彼がね、えー、リリーフの方に戻ってくるということにはなりますね。だからリリーフもね、えー、どういう方向性というか、枠の問題をね、どうやって解決していくのかと、誰を残していくのかっていう問題もありますからね。なかなかこう、 疲労が溜まっていっている人、そして順番になんか良かった人が悪くなっていくみたいな、えー、現状が起きてるのかなとも思うので、もちろん先発ピッチャーが長い回を投げてくれればね、その分休ませることもできるし、まあそれがちょっと長引いていたからね、長い回行かれないっていうのが結構長かったので、そういうね、ところの負担が来ちゃってるっていうのもあるかもしれませんけどもね。ただ、あとはね、うまいことを仕事量管理してね、休ませつつ、どうにかフレッシュな状態でね、保って、 ってもらうというかで、その中で調子を取り戻していってもらうというかね、そんな感じで行くしかないのかなと思うので、まあ、とりあえずブレジアが戻ってくるっていうのは一つね、このままいい感じで投げてくれるのであればね、いいことかなと思いますので、まあ、また期待したいしね。で、どうなんですかね、コペックをもう一番後ろに持って行ってみるっていうのも、そろそろいいのかもしれませんけども、まあ、フィリップスがちょっと調子を落として、でハドソンにしましたけども、 このところ結構失点しているしね。で、コペッコじゃあ後ろに持ってってどうなのかっていうのはやってみないとわかんないし、ただフォアボールもめっちゃ出してるわけじゃないしね。で、空振りは取れてるし。で、そこがね、やっぱり一番大きいというかね、あんまり接触されないっていうのもいいことではあると思うので。 もちろん接触された時に速い打球を打たれてるっていうのはあるかもしれませんけども、でもあのね、ラインの高めの空振りで取れるっていうのはね、非常にまあ有効というか、結局浮いてくるようには見えてると思うんですよ。だからこそ、あの結構な高めを振るじゃないですか、バッターもね。それが可能なのであればね、もちろんそれ見られちゃうと厳しくなってくるんだけども、 でも振ってくれてるということは多分ストライクゾーンの高めに来てるって見えてんだろうと思うんですよ。振りに行ってる段階ではね。だからそこが維持できていくのであればね、ちょっと後ろで試してみるのもいいかなとも思いますけども、ただそうなるとですね、その今彼が投げてる前の回を誰がやるのかみたいなところなので、まあ、そこで彼がきっちりやってくれているからこそみたいな話も出てくるからね。結局そこに誰か入れてそこで抑えてくれないと後ろまで回ってこないっていう感じにもなっちゃうからね。 まあそこはうまいことやるしかないんですけどもね。まあでも一人後ろを固めとくっていう意味では今一番彼がね、うん、いいのかもしれないし、まだ短いスパンだから何とも言えませんけどもね、試してみてもいいのかなとも思いますよね。ということでね、えー、リハビリ組もほぼほぼもうピッチャーの方も帰ってくるという感じ、リリーフはね、あとはトライネンがいますけども、まあ彼もそんなにね、時間はかかんないと言われてますから、最終的に誰を残すのかっていうね、選択というか判断がね、 近づいては来ているかなというふうには思いますね。そしてですね、明日の先発のね、ピッチャーの話にはなりますけども、当初の予定で可能性が高いとするのはですね、フロブレスキーが上がってくるということみたいでしたが、なんか今日ミラーが登板をね、飛ばしたらしいんですよね。 で、怪我でとかいうことではなくて、シンプルに飛ばしたということらしいので、ミラーが戻ってくるっていうか、上がってくる可能性も出てきたと言われておりますね。いろんなところで。なので、まあ、ミラーいけんのかって感じなんですけども、一回なんか内転筋ので飛ばして、で、その後一回投げたみたいですけどもね。だから、まあ、それで大丈夫なのかなみたいなところもあるし、どっちを上げてくるかわからないんですけどもね。ただ、その、 とりあえず今回多分上げてすぐ落とすような形にはなっちゃうかもしれないから、まあ、そう考えるととりあえずミラーを上げてすぐ落として、で、ある程度長期的に必要になった時にウロブレスキーを上げるのかもしれないし、そういうまあ選択なのかもしれないし、シンプルにミラーの方が今いいぞってことで上げるのかもしれないし、その辺はね、分かんないんですけどもね。まあ一応ミラーかウロブレスキーの選択肢があるみたいで、どっちが来るかは現状ね、未定にはなっているのでわかりませんけども、 ただまだその飛行機に乗ったみたいな情報もないらしいのでね、ドジャースネーションによると。だから本当にね、まだわかんないんですけども、とりあえずどっちかが明日上がってきて投げることにはなるのかなと思いますけどもね。ただ結局そのね、えー、今回2勝2敗になって5分でね、終わっちゃったので、明日が、まあ、初戦じゃないですか、カージナス戦のね。だからこの初戦って結構重要な感じだとは思うんですよね。まあ、ここで負けちゃうとね、えー、次2個取らないともう勝ち越しがないわけですから、 だからね、どっちが来るか分かりませんけども、結構重要な場面というかね、そういうところを任されることにはなるのかなと思いますし、まあある程度ね、回を言ってもらって、どうにかっていうのと、あとは打つ方がね、もうちょっとやっぱり点をね、前半でガッて取って、余裕を持ったまま行きたいなっていう感じじゃないと、今結構ね、なんとなく、まあ少ない点差で行くとっていうのはありますからね、理想を言えばそういう形で勝っていきたいですけどもね。 まあ、なかなか毎回点が取れるわけではないのであれなんですけどもね。ただ、とりあえずどちらかが上がってくるという話みたいですね、明日はね。続いて、ここからですね、今日の試合情報やっていきたいと思いますけども、今日でですね、ブルワーズ戦最後でしたが、6対4でですね、敗れるというね、結果になってしまいました。そして、今日の勝敗は5打数1安打1三進というね、えー、ことになっておりまして、えー、とりあえずですね、1打席ずつ、いつも通りね、やっていきたいと思います。 で、まず1打席目、今日はですね、相手ピッチャーがマイヤーズ。最終的にはね、5球目を捉えたんですけども、レフトフライということで、まあかなりね、高く上がっていった打球ではありまして、ハードヒット98.3マイルでしたけどもね、まあ上がりすぎたと。で、初球高めね、え針フォーシーム来まして、ストライク。で、2球目カッターが来たんですけども、これはちょっと遅れてるような形で、えー、ファールですかね。 3球目、4球目とボール見逃して、で、5球目も同じところら辺にカッターが来たんですけどもね、まあ、捉えきれず上がってしまったという感じでしょうか。まあ、その当たってる感覚というか、捉えてるその98.3マイルなんで、まあ、それはいいんですけども、やっぱり2球目と、まあ、5球目と同じぐらいに来てるわけですから、このちょいずれをね、解消していってくれないと、その複数アンダとかね、その辺が、まあ、なかなか、 出にくくはなってくるかなと思いますよね。これを捉えていけたらというか、まあ、捉えてんだけども、そのヒットになるまでには至ってないというね、ズレ。だから完全に、まあ、全く捉えられてないというわけではないんですけども、まあ、その状態は脱した感じですが、まあ、ここ、ちゃんと完璧にヒットになるように捉えていってほしいという感じでしょうかね、今はね。そして次の打席ですけども、ファーストゴロということで、こちらもまたね、 これはあまりよろしくないパターンというか、ゴロになっちゃうというかね、その、まあ、上っ面というか、で、引っ張った形のゴロっていうね、感じの。これは捉え方としては、まあ、あまり合ってない感じでしたけどもね。これがファールになってくれてたら、まだいいんですけどもね、これがもう、ね、中飛んじゃえば、普通のゴロになっちゃうからね、なかなか、まあ、ヒットになるのも難しいかなと思いますし、タイミングのね、問題かとは思いますけどもね。 そのカッターを見てるけども、まあ、今シーズンカッターがね、こう、苦手な感じではありますけども、それはインコースにこう、食い込んできてるやつっていう印象が強いけどもね。だけどさっきのとかも含めて、やっぱりなんとなく、外の方でもこう、ちょっと動いてくるっていうのが、 まあなかなか捉えきれてないのかなとね。小さい動きのやつが、うん。そんな感じなのかもしれませんけどもね。今シーズンに限ってはね。だからまあこれも若干こうね、タイミングとしてもずれて、えー、ミスってるのかなっていう感じでしょうかね。そして次の打席がですね、えー、ヒットとなりまして。まあこちらはね、えー、カッター、またカッターなんですけども、まあ、最終的に、ね、6球目のカッターを捉えたという感じにはなりましてね。まあ初球見逃して2球目チェンジアップ、えー、見逃して。 3球目、外のカッターはボールですけども、えー、4球目ですよね。ここの高めに入ってきたやつを空振りと。で5球目のインのやつをファールにしてですね、フォーシーム。で、最終的にまたアウトコース低めに来たカッターを、まあどうにか捉えていったという感じで、108.6マイル。まあこれも状態としては、なんてうんでしょうね。いい感じで打ったね、えー、部分ではないと思いますけども、追い込まれてるからっていうのもあるしね。なので、なんとかこう捉えていったという感じのヒットにはなったかなと思いますね。 そして次の打席ですけども、センターライナーということで、2、えー、アウト1、2塁ですね、えー。勝ち越してもう1、2点というところですけどもね。まあ初球を捉えて、まあ進化、打球は上がったけどバットの先だったかなという感じでね。まあ打球速度がだから出なかったという感じにはなっておりますね。おそらくね。という感じの、えー、結果とはなりましたね。そして最後の打席になりますけども、えー、こちらまたね、ウィリアムズにね、変わっておりまして、えー、最終的には三振という結果にはなりましたね。 ただまあやっぱこの初球とかね、打てそうな球は来ていたと思うんですよ。やっぱりここのね、コンタクト率というか、しっかりと早いカウントで、まあ、もちろん彼は積極的に行くから早いカウントでどうにかした方が多分ね、まあ全選手そう言えると思うんですけども、追い込まれてるよりはね、早いカウントで甘いとこに来た球をまあどれだけコンタクトして確実に行けるかっていう話だと思うんですけども、 ま、それをこの1球目でね、どうにか、ま、したかったなという感じはあると思うんですけども、その後2、3、4とですね、ボール外れていったわけですよね。で、5球目インのフォーシームが来てファールにして、で、6球目のチェンジですね。ま、ここでもうチェンジが来たらあれなんですけども、ま、ファールにしてね、うまいこと対応はして、惜しい打球ではあったと思うんですよね。だからあれついていったかと思って、ま、あの、ストライクゾーンには来たからね、ま、あれですけども、 ただ彼のチェンジアップっていいわけでしょうから、まあそれをね、えー、惜しい打球はどうにか対応していったけれども、最終的に高めのね、えー、アウトコース高め。昨日もここでね、フライアウトかな、打ち取られたと思いますけども、今回はファールチップで三振という結果にはなりましたね。まあただ、その6球目ついていったっていうのは、まあ状態として非常に悪ければ、まああれで空振り三振でしょうからね。まあなんとなくよくついていったなと印象は持ちましたけどもね。 ただ三振には終わってしまったというところで、これでね、えー、ゲームがね、終わったという感じにはなりましたね。ということで、まあ全体的なそのね、ブルワーズ戦の印象としては、コンタクトという面においては、そしてホームランも出ましたし、一回良くなったというか、えー、そのバットにちゃんと当たるっていう面においては上がってきたというふうには思えるんですよね。で、バットスピードとかのね、データを見てみるとですね、スイングスピードが、 ちょっと上がりすぎているよねみたいなところにはなってたんですけども、8月頭ぐらいはね。それがだんだんいい感じなね、平均値に収まってきてですね。で、パイレーツ戦もツイングとしてはいい形には収まってきて。でもって、ブルワーズ戦でホームランも出始めたしっていうところで、えー、データもね、良くなったし、そのバットのコンタクトっていうか、新付近に当たってるという割合も上がってきたので、これは一つね、えー、いい形で、 まあ、調整がされてきたのかなというふうには思うんですよね。ただ、こういう時期って、その前もあったと思うんですよ。ハードヒットして、ちょっとずれてんな、みたいなやつ。そういう打球が結構打ってるけども、ヒットになってないし、ホームランになってないし、まあ、あの、ボンダになってしまっている。っていう時期もその前もあったので、だから、これが、今度、その、コンタクトして、ちょっとのズレを解消して、ヒットになるのか、ホームランになるのかっていうのが増えていく、方向に行くのか、 またその、コンタクトする部分も、ハードヒットが減って、弱い打球になっちゃうのかっていうね、どっちかに行くと思うんですよ。まあもちろんこのキープっていうのもあり得ますけどもね。だから、それが、そのちょっとしたコンタクトのズレが解消されてね、完璧に甘い球来て捉えるとか、まあもちろん打てる球が来て捉えるっていうね、えー、ところに、まあそっちの方向に行っていけば、だんだんね、上がっていくと思いますし、 そういう風になっていけばですよね、多少その狙い球が外れても、まあ、ある程度コンタクトしてどうにかヒットにするとかっていうところも増えていくと思うんですよね。で、あとはその狙っていくっていう、まあ、じゃんけんに勝ちやすくなるというかね、乗っていけばね、まあ、考えとしても冴えてくるのかなと思うから、その8月頭から比べるとスイングも多分修正かかってきたと思うので、それでね、今度はいい方向にコンタクトするっていうところも増えてきたし、 それがね、結果につながるっていう方向に行ってくれたらいいのかなと今後ね、思いますけどもね。まあそれを期待したいなというか、そうなっていってくれたらですね、チームの勝利に貢献するっていうところもね、えー、だいぶ増えていくと思うし、あとはその、チームを助ける場面ですよね。っていうところでのね、打撃っていうのもね、増えていくと思うし、まあそうならないと、ホストシーズンだとね、そういう人が出てこないと勝ち上がっていかれないので、 その、そういうポストシーズン短期決戦っていうところで活躍するっていうね、期待もね、えー、されて契約はされてると思うので、まあそういうところのね、足りないピースとしても契約してると思うからね、まあ、ポストシーズンに出て、まあそういうその短期決戦でですね、まあ、そういう活躍をしてくれたらいいなと思いますしね、チームを助けるというか、まあ勝ちを決めるというかね、そういうところもこの後、えー、状態上がっていってポストシーズンにっていうところにね、向かうにはですね、まあ,ある程度、 この時期からだんだんね、上げていってもらいたいなというところの、上がっていくかなという、今データ上はね、なっておりますので、まあそっちは期待したいなと思いますね。この後、カージナス、そしてシアトルとね、行っていきますのでね。まああと6000やれば、一回休みが入りますからね、ホームでのね。まあそこまではとりあえず頑張ってもらいたいと。で、えー、状態もね、上がっていきそうなことにはなってますからね、期待していきたいという感じですね。 そして今日の試合情報ですけども、ちょっとね、台風の影響で早いとこ帰えないとやばいかもしれないので、短めにね、えー、なりますけども、まず、えー、1回裏ですよね、今日はピッチャーがフラーティーでしたけども、先頭トゥラングにですね、ツーベース打たれて、その後、えー、超利用にツーランホームランということで、2点を先制されまして、ミッチェルは三振で抑えたんですけども、コントレラスにホームランを打たれて、3対0と。 まあ、結果的に言うと、このね、2発が痛かったな、というふうには思うんですよね。ホームランを打たれたところはですね、スライダーが浮いて、で、ホーシームも、まあ、高めに行って、これ多分低め狙ったんでしょうけども、高めに行って、91.7マイルなんで、ちょっと遅いのかな、普通にするとね、っていうところを、まあ、捉えられて持ってかれたというところと、あとは、コントレラスのホームランに関してはね、ちょっとずっとスライダーを続けていったような感じになっちゃって、最終的に一番、こう、 まあもうちょっとね、えー、同じようなとこか外寄りに投げたかったんでしょうけども、それがインコースの方に入っていっちゃって捉えられたということでしょうかね。まあ、だからナックルカーブとかもね、使えればよかったのかなと思いますし、2球目に投げたやつもまあ、ストライク入ってんじゃねえかなみたいな感じなんですけどもね。ただスライダーを続けていったような、えー、形にはなって、えー、最終的にちょっと甘く入ったのを打たれたというかね。まあ、甘く入ったっていうではないんでしょうけども、まあ、浮いちゃった分、 捉えられたのかなっていう感じでしょうかねまあでもね彼もうまいこと打ちますね、うん、今後またねかなり良くなっていくんじゃないかなっていうバッターにはなると思いますしね、まあ、キャッチャーだけどもね、うん、頑張ってもらいたいなという感じでは思いますねただですね2回表はですねワンナウトからラックスのヒットとロハスの打球がエラーになりましてレイヘイワードの 内野ゴロの間にね、1点を取りまして。で、パフェスの2ベースで2点目を取って、まあ2対3とね、1点差まで行きまして。で、3回表にもですね、2アウトから3連打で1点を取りまして。で、これでね、同点に追いついたというね、この試合にはなりました。フラーティーとしては初回に3点取られたんですけども、その後はですね、無失点で抑えてですね、5回まで抑えていったというピッチングで、 ピンチの場面もありましたけどもね、立ち直ってしっかりとやっていって、試合はそこそこ作れたという感じですね。で、6回表にですね、ラックスが先頭フォアボールで出まして、で、ロハスのヒットでですね、ノーアウト1、2塁。で、ヘイワードのライナーでですね、えー、ラックスがサードへ向かいまして、ワンアウト1、3塁となりまして、次のパフェスの打球もね、100マイル、でサードライナーということで、まあ、これもちょっと飛んだところがもうちょいずれてればね、長打コース、 で、ま、あ打点もついて、っていう感じでね、さらにチャンスが広がってみたいな感じにはなりましたけども、これは非常にアンラッキーだったかなと思うんですけどもね。ま、あいい当たりではありましたよね、非常にね。で、ここでピッチャーがペゲーロに変わりまして、えー、キケがですね、人がいないところにしっかりと打って、で、4対3とね、えー、勝ち越しに成功。で、さらにね、一二塁でしたけども、翔平は先ほどのね、えー、お話の通り、センターライナーというところで倒れました。そして、その後はコペックがですね、6回裏は3人で抑えまして、 で、7回はですね、両チームとも無失点。で、まあ、その7回裏もね、ピンチはあったんですけども、問題は8回裏ということで、ピッチャーがですね、ハドソンをここでね、投入しまして、打順の並びもですね、ここが重要だというところで、えー、投入していったのかなとは思うんですけども、先頭にツーベースを打たれて、で、フォアボールも出して、そして、コントレラスのですね、まあ、ヒットというね、感じになりましたけども、えー、ハドソンに当たって、まあ、どうにもならなくてヒットになってしまって、満塁と、ね、なって、 そして次のですね、アダメスにレフトへのヒットを許しまして、4対4同点と。そしてその後ですね、ブラックのサードゴロの間に1点を取られまして、4対5と勝ち越しに成功されまして。で、ホスキンスのですね、ピッチャーゴロというか、まあ、ピッチャーの足に当たってっていうところでのゴロの間にもう1点追加で6対4ということにはなりました。で、ドジャースとしてはですね、9回表を抑えられて、まあ、6対4で負けたというね、今日の試合にはなっておりますね。 という感じでね、まあ今日はその初回のね、もったいない3失点というか、まあホームラン打たれてしまった、2本打たれてしまったっていうのが、まあちょっと意外というかね、うん、2本も行かれて3点行かれるかっていう感じだったので、まあそこさえどうにかできていればなっていう感じだったと思うんですけどもね、まあ立ち上がりをね、えー、持っていかれたような形になって、ただその後はどうにかしたんですけどもね、フラーティーとしてはね。で、チームとしても一応こう、勝ち越して、 で、えー、終盤に向かっていったわけですけどもね、8回のところの、まあ、ハドソンのフィールディングですよね、正直。まあ、ヒット打たれてっていうのもいろいろとあるんだけども、まあ、触んなければみたいな感じじゃないですか。もしくは自分で取るかですね。まあ、打球が早いからピッチャーゴローとして処理するかっていうとあれなんですけども、まあ、彼が触んなければ、すべて裁けてたと思うんですよね。ゲッツーももしかしたら取れてたかもしれないし、で、その、 6点目のやつですかね。あれも、まあ割と前進してたけども、ラックスが取れる、抜けてっても取れるところにもいたし、まああのまま取ってホームに投げてどうかっていうのはわかんないけども、ただ捌けるところにはいたのでね、本当はもう何も触んないっていうのが一番いいんですよ。もちろん足でこう当てたからアウトにできたみたいなね、パターンもあるんですけども、ただ一応こうしっかりとどうにかするためにポジショニングはしているわけですから、 だいたいセンターに抜けるかなって思っても今いるじゃないですか。なので、あれを触らなければね、最初のやつもゲッツーになってだろうし、まあなってなくてもワンナウトは取れてるという状況なので、まあそこがね、ヒット打たれちゃったどうのというよりか、そこの部分、守備の部分で今日は持ってかれちゃったかなと思いますね。だハドソンもその、投げた後のね、体勢がまあ良くないので、まあ正直、その後フィールディングできるかっていうと、そういう体勢でもないですからね。 シンプルにあのまま避けていってくれたらよかったのかなと思うんですけどもね。まあ1球目はもうどうしようもなかったかもしれないけども、まあ2つ目は当てに行ってますからね、なんとなくね。だから、まあ1球目がちゃんと間抜けてってくれてるとよかったしね。2球目もそのまま何もしないでくれたらよかったのかなっていうところの中の、 まあ、失点につながってしまった部分かなと思いますね。なんかめっちゃ打たれたっていう感じの失点ではないし、なんとなくね、嫌な感じというかね、そんな感じにはなってしまったんですけどもね。ただそういうところもしっかりとやんないとね、うん、厳しいかなと思うのでね。まあそういう練習もしてるみたいなところも書かれているので、触らないという練習というかね。だから、まあ取りに行くっていう方向でやってないのであれば別にもう毒って というかね、そういう方向性を取ってるのであれば、ちゃんとそれを貫いてほしいなと思うんですけどもね。まあなんとなく体が反応しちゃうっていうのもあるんでしょうけどもね。まあ逆にそれを何もしてくれない方が今日は良かったのかなっていう感じでしょうかね。ということでですね、まあ昨日今日と、まあもちろんね、全部勝てる可能性はあった試合ではあったと思うんですよね。ただ2つ負けてしまったので、今日か昨日かどっちかはね、取りたかったわけですけどもね。えー、結果5分になってしまったと。えー、2連勝したけどもね。 という形にはなって、ちょっと残念ではあるんですけどもね。で、今日で、まあ、他のチームが試合がないので、昨日2.5差だったのが今日負けたので、2ゲーム差になったという形ですね。だから、また詰まったということにはなりますけども、えー、昨日も言ったけども、その勝率を追うっていうのはなかなか厳しいので、普通に考えるとね。だから、ドジャースとしてはですね、オールスター系の勝敗がね、あの、勝率が悪いわけではないので、 まあそれをある程度維持しつつ、えー、なるべく取れるところを取っていくということしかないと思いますし、まああとはそのね、異常な勝率がどの程度までね、落ち着いていくかの話なので、まあこのまま続いていってしまうと、まあどっかで逆転されるっていうのは当たり前なんですけども、まあそれが起こるのかどうかは、まあそこがね、どの程度維持していって、ドジャースがまあどの程度負けるかによってなんでね、まあなるべくだから負けないように現状を維持してやっていくしかないのかなっていうのと、まあできればだから、 現状を維持しつつも、どっかのタイミングで上げていければね、えー、さらにいいわけですけどもね。それは悪いわけではないというところですね。後半戦というか、オールスター明けがね、という感じなので、どうにか我慢していくしかないかなっていうところですね。で、明日以降もまた期待してね、えー、見ていくしかないかなというふうには思いますけどもね。 そして、えー、まあ、どっかしらでね、翔平がまた一段階上がって、まあ、その可能性を秘める感じのね、えー、先ほども言いましたけども、パイレーツ戦あたりでスイングのね、ある程度の改善が見られて、で、ブルワーズ戦ではね、コンタクトするという面においては良くなってはきているので、明日からですね、またそこのね、ちょっと、そのまた上の調整っていうところが見られればですね、この後上がっていく可能性がかなりね、高くはなってくると思うので、まあ、それが逆にこう、 また違う方向に行ったとならないようにね、明日からまた期待して見ていきたいという話ですね。そしてまあチームをね、助けてくれるような、えー、バッティングができたらいいかなと思いますね。で、それで9月に行ってポストシーズンに行ってっていうところでね、まあそういう形で今後上がっていってくれたら非常にね、いいかなと思いますね。 ということでですね、えー、今日はまあこれぐらいでね、えー、台風も来ておりますので終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおりまーす。